どうも、シャーペンです。今回は、すごい小ネタなんですよ。小ネタ動画で、めちゃくちゃ短いでかもしれないですし、全く役に立たないんですけど、今回紹介したいのは、これですね。はい、まずはこの画像から、これは獣神化卑弥呼の、ステータスの画面なんですけど、注目するのは、イラストでもなく、SS とかでもなく、ステータスですね。ステータスをよく見ると、お気づきの通り、HP、攻撃力、スピードのこの下3桁が、卑弥呼なんですよね。卑弥呼、卑弥呼、で、スピードも 1.35 で卑弥呼っていう。こういうの良くないですか？こういうの良くないですか？ほんと、こう遊び心というか。それなんでね、ちょっと僕の知ってる範囲で、こういうキャラを紹介しようと思います。ということで、次。武蔵神化ですね。で、武蔵神化のステータスの HP が、武蔵と。いいですね。これ綺麗ですね。これ芸術点高い。で、周年キャラも、この対象で。バースデーですね。バースデーが HP333。で、スピード333。で、攻撃が444だけど、ゲージを決めると、333と。っていう感じですね。これは美しいですね、これも。でも4周年のヨトセもそうなんですけど。ヨトセも、HP だけ444と。ということで、今年は、555なんですかね。5周年キャラは。ゴトセか。誰だ、なんか結構いい名前あったんですよね。なんだっけな。あ、サツキだ。サツキかメイかわかんないですけど、その5周年キャラは555になる可能性は高そうですね。で、バッハ。バッハが、HP888、スピード888のバッハッハ。こういうなんかキャラは遊ばれるんですかね。で、もう最後なんですけど、もう最後ですよ。だってもう、動画2分ぐらいじゃないですか。最後なんですけどね、わかる人にはわかるってやつですね。僕はこういうネタは外に出したくないんですけど、運営が押してるんで、出しますよ。ビーストってキャラなんですけど、ビーストのステータスがこれと。ほんとこれはね、わかる人は見たらこれ見たら大騒ぎするぐらいの数字がね、拡散ってるんですけど、わからない人はわからない方がいいです。あんま深くは説明しないよってことで。これですね、僕の知ってる範囲だったら、何体言いました？卑弥呼でしょ？卑弥呼、武蔵、神か、バースデー、ヨトセ、バッハ、ビースト。6体。少ないな。絶対持っていると思うんで。よかったコメントなんで、これ以外にね、こういうなんかステータスの数字に隠れている何かが知ってる人は教えていただけると嬉しいです。こういうの面白いですよね、小ネタみたいな。これからもちょっと実装してほしいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もしていただけると、こんな感じでモンスターの動画とか生放送とか毎日いろいろやってるんで、よければよろしくお願いします。モチベーションもつながるんでね、よかったらお願いします。ではありがとうございました。さよなら。